ちは、見習党幹事長の江田健二でございます。今日はですね、松沢茂美さん、松沢茂美さん前県知事ですからね、もう皆さんご存知の通りであります。ぜひですね、この参議院選挙当選をさせていただく、そのためにこの横浜の皆さん一票一票の積み重ねが必要なんです。我々みんなの党は景気回復最優先ですよ。消費税の増税もうやむを得ないと思っているあなた、そうじゃないんですよ。我々みんなの党はせっかく景気が上向いてきたこの時に増税は禁じ手だと、だから凍結だと言ってるんですよ。まあしかしですね、テレビ見ても新聞読んでもなんか知らないけど、増税しなければ財政破綻だ、増税しなければ財政破綻だというですね、世界の非常識が垂れ流されてるんですよ。それもこれも何のことはない、財務省、ね、昔大蔵省と言ったじゃないですか。まあこれがね、もうすごい権力持ってましてね、まあ自民党の政治家、民主党の政治家、テレビやマスコミまで操ってね、この世界の沈接季節非常識をですね垂れ流してるんですよ。まあ私、江田健二だけがこんなこと言うとね、やっぱ信用しない人もいるでしょう。横浜市民は非常に見識が高いから。だから言いましょうか、ノーベル経済学賞もらったような、いやポール・クルーグマンって知ってますか、これプリンストン大学教授ですね、スティグリッツコロンビア大学教授、浜田光一イエル大学教授、みんな口揃えて今この日本で増税をするのはクレイジーだと言ってるんですよ、ね、今増税しちゃったら、これは高島屋ですか、ね、まあ、いっぱい皆さん今買い物されてるでしょう、ね、消費税を増税されたら、いや物は買い控えるんですよ、ね、その物を作ってるメーカーの収益も落ちるんですよ。そうするとそこで働いてる社員の給料も落ちるんですよ、ね、そうすると税収税金が落ちるんですよ。そうするとどういうことですか、これ当たり前のことでしょ、私江田健二が言ってるのは。今どういうことですか、増税をすれば景気が悪くなって税収が落ちて財政破綻なんですね。ですから我々みんなの党は、松沢茂文もですね、私江田健二も言ってるんですよ、増税ね、増税すれば財政破綻だと、ね、増税すれば財政破綻なんですよ。しかしですね、自民党も民主党もですね、このメディアもですね、増税しなければ財政破綻だという真逆のことを言ってるんです。ぜひ皆さん、みんなの党だけなんですよ、世界で当たり前の政策を訴えてるのは、ね、だけどなぜか世界の常識が日本の非常識とされてしまうんです。いや、例をもう一つ挙げれば、大胆な金融緩和、皆さんね、安倍総理がアベノミクスと言ってるじゃありませんか。何ですか、一番大きな柱は大胆な金融緩和と言いまして、まあ、日銀のお尻叩いて市場にジャブジャブお金を出す、これは実はですね、3年前の参議院選挙の時に我々みんなの党が訴えた政策なんですよ、政策なんですよ。それをですね、私江田健二が3年前言うとですね、アホかって言われたんですよ、みんなに、ね、江田健二もついに気が触れたかと言われたんですよ。東大経済学部の教授からもですね、テレビのコメンテーターからもですね、江田さん、あんた何言ってんですか、みんなのと何言ってんですか、いや市場にお金が溢れてんですよ、なんで市場にお金を出して聞くんですかと散々批判されたんですよ。しかしですね、昨年の秋、安倍晋三さんね、いや今はまあその立派な総理大臣やってますけども、安倍晋三さんは当時目がなかった、総裁選誰も勝つと思ってなかった。だから安倍さんはですね、やっぱり違いを出さないかそう思ってですね、我々みんなの党のブレーンの高橋洋一さんっているじゃないですか、ね、頭もじゃもじゃのアインシュタインみたいな格好したですね、財務省になんかクビになった高橋洋一さんは私江田健二の友人ですよ。で高橋洋一さんがですね、浜田光一先生を安倍さんに紹介したの、ね、まだ総裁選間近の安倍晋三さんに、その浜田光一先生をイェール大学教授ですよ、浜子じゃないですよ、イェール大学教授の浜田光一先生を紹介したんですよ。そしたらもう30分レクチャーして安倍晋三さんがパクッとですね、
みんなの党の訴えを採用しちゃった。どうですか皆さん。聞いたじゃありませんか。株は8500円から14500円になったじゃありませんか。円は79円から100円になったじゃありませんか。いや、トヨタや日産やパナソニックやソニー、輸出産業はまあ円だ、ものすごい円高で厳しい状況続いたのが100円になってね、輸出しやすくなってね、収益が上がり始めた。聞いたじゃありませんか。これなんですよ政治は。ね、東大経済学部の偉そうな教授もだってですね、間違ったこと言ってたんですよ。ね、テレビのコメンテーターなんてなんぼのもんですか。まあ、実は私枝田健二も前やってましたけどね、こんなものはもうインターネットでですね、送られてくる資料をインターネットで調べて適当なことを言っとるや、橋本徹じゃないですけども小銭が稼げるんですよ、ね、こんな連中の言うことを聞くよりもぜひ皆さん、みんなの党は言ってることが当たったんですから信じてください、ね、大胆な金融緩和で、ね、株も上がって円安にもなった。だから今我々みんなの党は、ね、こんな時に秋になんか消費税増税決定する、まあ、今自民党もね民主党もね選挙が怖いからむにゃ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 言ってんですよ。なんか消費増税あんた方するんですかと決めておきながらですよ。自民党民主党公明党は決めておきながらですよ。むにゃむにゃ言ってる選挙前は、まあ、必ず上げますよ秋には。上げたら景気が腰折れしてね、そして、税収が下がって財政破綻、これが世界の常識ですから、我々みんなの党はですね、松田茂文もですね、私枝田健二も当たり前の経済金融政策を訴えてるんですよ、ね、中西健二さん、ね、中西健二さんなんかはもう金融の一線でディーラーでもう世界で叩き聞いた男ですからね、中西健二さん3年前の参議院選挙で、当選をさせてもらいました。ぜひね松沢さんもね、このタッグを組んでこの神奈川から日本を変えていく、ぜひ中西健二とこの松田茂文、よろしくお願いします。ちょっと変わりますけどね、まあ、我々みんなの党はですね、まさに生活に直結することを言ってるんですよ。皆さんもう一つ言いましょうか、ね、日本の米、高島屋で米売ってるかどうか知りませんけど、ただ地下に売ってるでしょ多分ね。5キログラムなんぼですか日本の米5キログラム、主婦の人知ってるでしょ、ね、2000円前後じゃないですか、ね、私だけよく知ってるでしょ、一緒に妻と買い物行きますから知ってんですよ。で、なんで2000円って皆さん高いと思いませんか、ね、高いと思わないという人はいいんですけども、高すぎるんですよ。なんで高いんですか。1票1万5000円もするからですよ。なんで1票1万5000円もするんですか。農協ですよ。これがまた1万5000円高止まりさせて農協に手数料収入が入ってくる。1万5000円かける 10%、 5% で1万5000円だから1500円、ね、手数料収入が入ってくる。だから農協下げたくない。農協は米の値段を、いや皆さんのためなら米はどんどん下げるべきでしょう。高止まりさせてる。なぜこんな高い米食わされるんだというと、減反政策って知ってますか。いや水田面積減らしてんですよ。毎年毎年政府と自民党と民主党と農協が温度を取って、ね、稲作面積、水田面積をどんどん減らしてるんですよ。なんでこんなことをしてるかというと、まあ経済の ABC ですよね。需要と供給で供給を減らして、ね、値段を釣り上げてるわけですよ。なんでこんなことをするかというと、さっき私だけ言いましたよね、手数料が入ってくる。だから皆さん、まあ、今日横浜のねこの高島の矢の、駅の駅じゃない、この前にいらっしゃる方はここには住んでない。まあ、私枝健二は青葉区民です。青葉区って言えばですね、農業農家なんか細々とやってるんですよ。細々と都会型農家やってるんですね。しかしですね、この前私も JA 農協のビル見てびっくりしました。もううちの地元の農協もガラス張りのですね白亜の御殿、いや白亜の御殿ですよ JA。 農家は痩せ細っているのに農協だけは白亜の御殿でしょ。これなんですよ。1票1万5000円高止まりさせて手数料で皆さんに高い米食わして、ね、自民党も農協と結託して、ね、高い米にして農協が売る。農家は痩せ細っている、ね、こんなバカなことありません。我々みんなの党はですね、こんな一方で食料自給率を上げようと言ってるんでしょ皆さん、ね、日本は 40% の自給率しかないから、いざとなれば困るから食料自給率を上げようと言ってる一方で
なんで水田面積減らすんですか、なんで米を作らなくさせるんですか、おかしいじゃないですか。これをおかしいと言える政党はみんなの党しかないんですよ。だってそうでしょ、自民党も民主党も農協に応援されてるんですもん、ね、それで減反という水田面積を、ね、人為的に減らしているようなものをやめちゃったら一気に1票は発生になります。ですから主婦の皆さん、特にね、あの旦那さんでもいいんですけども、スーパーで2000円の5キロの米はすぐ1000円切っちゃいます。そうしたらどうなりますか、どうなります。今中国でももう上海、北京でもシンガポールでどこだってですよ、もう 4,5 倍高い日本の米が飛ぶように売れてる。それはもう美味しくて安全だということですね。でこれが半額になったらどうですか、もっと飛ぶように売れますよ。ですから日本の米はですね、どんどん作って、ね、水田を減らすんじゃなくてどんどん作って、株式会社も入れて NPO も入れて、ね、若者も最近もその横浜嫌だと、ね、田舎行って農家やりたいよという人もいるんだから、農地を買えるようにする。買えないで、会社を引退したおじさんがですね、もうちょっともう疲れたから田舎に行って、農家をやろうと思っても農地が買えないんですよ。株式会社がワイン畑買ってで、フランスのボルドーワインに対抗するようなワインを作ろうと思っても株式会社がワイン畑買えないんですよ。おかしいでしょ。全部農協が反対してるんですよ。全部その支援を受けてる自民党民主党が反対してるんですよ。我々みんなの党は農業は守っても守っても守ってもね、 800% 近い関税を米にかけて外国米の輸入を阻止しても、皆さんの税金を6兆円ばらまいてね、農業にばらまいてばらまいても、ずっと農業は衰退をしてきて、埼玉県分の休耕地荒廃地が生まれ、岩手県分の水田農地が失われてきた。そして今農家は平均66歳、ね、そして跡取り息子もいない、ね、にもかかわらず新しい地入れない、株式会社入れない、若者入れない、お年寄り入れない、どうなりますかね。10年後に76歳ですよ、農家の平均年齢は。いやもうほっといても守っても守っても農家は終わっちゃうんです。だからみんなの党は攻めの農政だと言って、どんどん農業だって減反政策をやめさせて小麦の値段をドーンと下げて、そして株式会社で何だってもう新しい地を入れてどんどん中国中心に輸出していく。そうするともう農業だってどんどん成長産業、輸出産業になりますよ。2つ目、今私の横に比例全国から立候補している菅原直俊、菅原直俊君も来ました。皆さんね、このね、参議院選挙の投票方式っていうのはもう難しすぎる。もう1枚目は松沢茂文、これはいいんですよ。いや1枚目に名前書くっていうのはみんな知ってる。2枚目の比例全国区にはついついみんなの党と書いちゃう。だけどそれじゃあ菅原直俊に意味ないんで、菅原直俊という固有名詞を書かないがダメなんですね。今日私時間があったら不在者投票をやろうと思ってるんですが、青葉区役所を見たらですね、まあ、ちゃんと選挙管理委員会にはちゃんと書いてくれてましたわ。2枚目には政党名または個人名、ね、まあ、書いてくれてるんですけど、まあこれですね、相当インテリの人も知らない、まあ、だからそういう苦難を乗り越えて今頑張ってますんで、菅原直俊も何卒よろしくお願いします。もう一つ言いましょう、もう一つ、日本の米が高すぎるという問題。それから皆さん、日本の電気料金は世界で2番目高いんですよ。知ってましたか。イタリアに次いで世界で2番目高いんですよ。なんで高いでしょう、ね、それは皆さん東京電力としては契約できないからですよ。だから有無を言わさず東京電力でしょ、ね、でこれ皆さん当たり前だと思ってるでしょ。違うんですよ。ヨーロッパ行ってください。特には北欧に行ってくださいね、電力会社いっぱいあって選べるんですよ、ね、電力会社選べるんですよ。それで選べるということは競争があるということですからね、競争が。しかし東京電力どうですか。一社独占の殿様商売でしょ。殿様商売のところにね、なんか合理化しよう効率化しよう、ね、東京電力の高い社員の給料を下げようなんて努力しますか。しないでしょ。それから皆さん、あの福島原発事故の保証金誰が払ってんですか。東京電力ですか。いやそういう見えるでしょう。しかしそんなことないですよ。また電気料金に上乗せされますよ。除染費用、
ね、あれも合わせて5兆10兆かかるんです。東京電力が払ってるように見えるけども、しかしこれはもう皆さんが電気料金上乗せして払わされるんですから、もっと怒っていいんですよ横浜の皆さん。高い米食わされて、ね、世界で2番目に高い電気料金払わされて、これね、我々みんなと言ってるんですけども、電信柱、電線をですね、商社だって使わせて、ガス会社だって使わせて、電力会社作ってもらって、どんどん参入してきてもらう、ね、そして横浜市民も東京電力以外選べるようになる。そうすると競争になるじゃないですか、競争。そうするとですね、東京電力もうかうかしてられないんですよ、目が覚めるんですよ。そしてね、やっぱりね、コストをカットしないかん、無駄遣いを解消せないかん、電気料金ガタッと下がりますよ。いや、半額だって夢じゃないですよ、電気料金今バカ高い電気料金ね。でまあ江田健二がちょっと嘘言ってんじゃないかという目線も感じますけど、言いますとね、昔電電公社ってあったでしょ、若い人知らない、お年寄り知ってるでしょ、電電公社、これが NTT になったんです。いや、当初は一社独占ね、電力会社と一緒ね、その時はバカ高い電話料金だったじゃないですか。どうですか今は KDDI AU、 ね、ソフトバンク、いろんな電話通信会社が入ってきて、もうなんと電話料金はもう5分の1、10分の1ですよ。インターネットの光通信なんて100分の1ですよ。これがね、競争ってやつなんですよ。全部バラ色とは言いませんが、いや今東京電力は一社独占でふんぞり返ってるから、皆さんバカ高い電気料金を払わされてる。我々みんなの党は電力の自由化と言いまして、ガス会社だって商社だってどんどん電力を作ってもらって、競争させてもらったら電気料金は下げることができるし、それから原発だってですよ皆さん、原発だって動かすんですか、ね、安倍自民党はどんどん動かすって言ってますよ。それでいいんですか、それで、ね、福島原発事故の検証もあってませんよ。新しい技術基準はできたばっかりで適用もされてませんよ。で安倍晋三さん何て言ってるんですか、世界で一番安全な日本の原発だと言って海外に輸出してるんでしょ。これはトルコ行ってきて売りつけてるんでしょ、安倍晋三さん自らが。死の証人と言われてるんですよ、死の証人、ね、日本じゃなきゃいいだろうと言って、誰が世界一だと決めたんですか、誰が世界一日本の原発を安全だと決めたんですか、原子力規制委員会ですか、誰が決めた、誰も決めてないですよ、誰も決めてないのになんでわかるんですか、世界一安全だと言ってですね。我々みんなの党はもうこんな原発なんて、まあ、安全でもなければ安くもない、だってそうじゃないですか、だって入れるべき費用を入れてなかったんですから、この原発事故の補償金とか除染費用とか廃炉の費用とか核のゴミの処理費用とか何にも入れずに安い安いと国民をたぶらかし続けてきたのがこの自民党政治じゃないですか、電力行政じゃないですか、ね、もう騙されるのやめましょう、ね、我々みんなのとは計算して一番高いんですよもう原発は。まあしかし皆さんね、テレビに安倍晋三総理が出てきてね、まだこんなこと言ってるんですよ、日本の原発安いからね、国民生活のことを考えりゃ、経済活動のことを考えりゃ、原発をどんどん動かさないかと一見シャーシャーとよく言いますよね、一国の総理が。高いんですから、ね、これまたこれも江田健二だけが言うとですね、また信用ならねえという目で見てる人も多少いらっしゃいますで、言うとですね、いつも私江田健二出すんですけどね、アメリカのエネルギー省の統計ってあるんですよ、アメリカのエネルギー省ですよ、公式統計ですよ、原発はもう11セント1キロワットアワーあたり11セント、 LNG 天然ガスの最新鋭の火力発電は6セントですよ、天然ガスの最新鋭の火力発電は6セント、原発は11セントで一番高い、これがアメリカのエネルギー省が公式に発表した数字なんですよ。しかしですね、私江田健二は生放送の時にこれは言います、誰も遮れませんから。しかしですね、これを言っても言っても新聞も一行も報じないんですね。おかしいですね、そこのマスコミの皆さん、ちゃんと報じてくださいよ、ね、アメリカのエネルギー省がもう原発は一番高いと言ってるんですから、こんな原発はですねもう自然になくなります。そしてね、一番原発で良くないところは核のゴミが出るんですよ皆さん、まあ、当たり前ですよね、核燃料燃やして原発から核のゴミが出るんですから、
動かせば動かすほど核のゴミがどんどん出てきてね、あふれかえるんですよ。嘘言いませんよ。核のゴミどんどん出て誰が引き取るんですか？横浜市は引き取るんですか？私だけんじゃ横浜市民ですけどね、滅相もありませんよ、こんなもんね。近づくと即死ですよ。こんな核のゴミ誰が引き取るんですか？引き取るという人はね、立派なもんですよ。筋が通ってんだから堂々と自民党に入れてください、ね、自民党は原発どんどん動かすで、自民党の政治家もバカじゃないから分かってんですよ、これはね。トイレのないマンションと言うでしょ。トイレのないマンションだと分かってる。自民党の政治家もバカじゃないから。だけどいや、もう分かっちゃいるけどやめられないというのが自民党の政治なんですよ。この原発村、電力村からいっぱい票金もらってんですからね。もう電力の言いなりになるしかない。だからもう口先ではまあ綺麗事言っても本音はまあ今この一瞬もまあ自民党の候補者ダントツらしいですけどね、神奈川県で、自民党の候補者一人ダントツらしいですけど、まあ東京電力が手取り足取り、ね、社員派遣して金まで出して応援してますよ。だから自民党はもうそれは分かっちゃいるけど、原発はトイレのないマンションだと分かっているけどやめられない。もう動かすしかないんですよ。いや、それで核のゴミはあふれかえりますよ。我々みんなの党の試算ではもう燃料貯蔵プールといって、あの福島原発事故で皆さん見ましたよね、燃料使用済み核燃料が貯蔵されている水が溜まったプール、あれだってもう数年でいっぱいになります。で、青森県の六ヶ所村の再処理工場は満杯ですから、いやもうすぐあふれかえる。いや、それどうするんですかと。一番無責任なんですよ。なんでこれ責任与党だって偉そうなことを、ね、言いますよ。安倍さんも石破さんもね、どこが責任与党なんですか。無責任与党じゃありませんか、ね、トイレのないマンションに住み続けろというのが自民党の政策なんですよ。ぜひですね、我々みんなの党は2020年代には原発をゼロにしていきます。もう原発は安くもなければ安全でもありません。そして何よりも核のゴミがあふれかえります。捨て場所は決まってません。トイレのないマンションです。しかし我々みんなの党は共産党や社民党のように口先で単に原発ゼロと訴えている無責任な野党とも違うんだ。我々は我々だって新エネルギー再生エネルギーですぐね、今の電力をカバーできるとは思っておりません。だって従いまして、つなぎの電源としてはさっき言いましたね、天然ガスの最新鋭のコンバインドサイクルという、まあ、立派な原発より安い高効率な、ね、CO2 の排出量も少ない、こういった電源でつないでいきますから、我々みんなの党だけなんですよ。とにかく具体的なスケジュール工程表を示した上で原発ゼロを訴えてる、これがみんなの党です。しかし自民党や民主党もね、電力労組っていうのがね、二大柱の一つなんですよ。民主党というのは労働組合と言いますけど、いや民間の労働組合はいいんですよ、ね、民間の労働組合はいいんですけど、この自治労というやつ、自治労というのはこのあれですよ、神奈川県庁の職員組合、横浜市役所の公務員の組合、こういうところが一生懸命、応援をされている。そしてから電力労組、ね、電力労組というのがすごい。これはもう東京電力が言うに及ばず、大体九州だって東北だってですね、一番の殿様は電力ですからね、一番でっかいね。だから電力ってのはものすごく政治的影響力がある。そこの労働組合もものすごい政治的力がある。だから民主党だってですね、はっきりくっきり原発ゼロと言えない。ましては自民党は言えない。これがこの日本を悪くしてきたしがらみだまっけの自民党民主党の政治なんですよ。恩返し政治なんですね。だから自民党はですね、今電力村原発村からいっぱい応援されてるから原発ゼロは絶対に言えない。民主党も電力労組からいっぱい応援されてるから原発ゼロははっきり言えない。そしてですね、公務員の労働組合に支援をされていた民主党はですね、4年前、みんなの党と同じようなこと言ってたんですよ。天下りを禁止するとかね、無駄遣いを解消するとか、特別会計や独立行政法人のへそくり、官僚が溜め込んでいる埋蔵金を掘り出してみせるとか、16兆円出してみせるとか、まあみんなの党と同じようなことを言いましたよね。そして政権を取ってどうなりましたか。見事に何にもできなかったじゃありませんか、ね、そして約束違反の増税までしちゃったじゃないですか。これが民主党の正体ですよ。
まあ、民主党は公務員の労働組合に支援をされているから、お世話になった人の首が切れなかったんですよ。公務員の削減ができなかったんですよ。民主党はお世話になっている公務員の給料をカットできなかったから、国家公務員の人件費5兆円を2割カットして1兆円出してみせるという公約が見事にできなかったんですね。ぜひ皆さん、こうした政党の正体を見破ってください。自民党だって今、土建利権業界から一生懸命応援されている。電力村だけじゃありませんよ。そうするとですね、これ選挙が終わったらケロッとこの自民党の政治家は皆さんのことは忘れて、また熊しか通らない高速道路を作り始めますよ。だって10年間で200兆円でしょ。国土強靭化という綺麗事のもとにですね、10年間で200兆円公共事業をばらまくって自民党言ってるじゃありませんか。10年間で200兆円ってなんぼですか。1年で20兆でしょ。どっからこんな金が出てくるんですか、自民党、ね、ついこの前までは皆さんの医療や年金のお金が足りないから消費税を 5% 増税させてくれって言ってお願いしてたんでしょ。その下の根も乾かないうちに公共事業だったら1年間で20兆円お金が出るんですか。いやー、もうとにかく私だけじゃもうそれを恐ろしい。原発はどんどん自民党勝たしたら、もう原発はどんどん動かしてゴミの捨て場所がない核の、もう熊しか通らない高速道路や新幹線、もう無駄な公共事業をばらまいて10年間で200兆円、皆さんのもうそりゃ医療や年金や子育て支援に回すお金なんかありゃしませんよ。そんなことすりゃもう全く将来暗いですよ。なのになんかダントツで勝つって言われてるから、まあ、私枝健二もね、もう本当日本を小学生の息子2人連れて逃げ出したい気分ですけど、そんなこと無責任なこと言えませんので、政治家ですから、みんなの党ですから、一応幹事長ですから、まあとにかくこれはですね、皆さんに高いところから本当に大きな声出して申し訳ないんですけど、まあ、とにかく皆様のご見識に頼るしかないんです。もうみんなの党の候補者っていうのは自慢じゃないですけど、みんな選挙に弱いんですよ。でなぜ弱いかというと、まあ、自民党の候補者はそういう土建利権業界のボスに頭を下げりゃ、まあ、一瞬にして2万票3万票来る。民主党の候補者は公務員の労働組合のボスに頭を下げりゃ一瞬にして5万票来る、まあ、しかしここにいる比例全国区の菅原直俊なんていうのは、なんて言ったら失礼ですけども、お一人お一人に頭を下げて、お一人お一人一票一票の積み重ねでしか勝ち得ないんですよ。だからその当選をした暁にも全くしがらみがないから、皆さんお一人お一人だけの顔を見て政治ができるんですね。もうそろそろやめますけども、まあ皆さんもうそれは有権者のお気持ちはですね、私もさすがに分かっております。自民党も民主党もみんなの党も、共産党も公明党もね、みんないいこと言うんですよね、選挙の時はね。まあ綺麗事立派なこと、まあいいことばっかり並べて、まあこれはもう政治家なんか信用できねえや、そうだと思いますよ。私も立場変わりゃ、まあしかしですね、これはもう正体を見破ると簡単なんです。で私はよく言うんですけども、ね、その政治家の正体、政党の正体を見破るのは日頃誰がそれ政党や政治家を応援しているかを見れば一目瞭然なんですね。自民党がいくらきれいごと言ったって、医療や福祉を充実します、経済を良くしますって言ったって、農協や医師会や電力会社に支援されているような自民党がですね、この人たちの岩盤を打ち砕いて、ね、新しい血を入れよう、新規参入をさせよう、日本の将来を切り開いていこうなんてできるわけないじゃないですか。ねやるんなら鬼ですよ、自民党は。ね、これは人間の情ですから、お世話になった人は無限にできないんですよ。農協にお世話になってんでしょ、自民党は。医師会にお世話になってんでしょ、自民党は。電力会社にお世話になってんでしょ。お世話になってるんだったら、お世話になってる人に感謝して彼らの言い分を聞いてやるっていうのは、これは人間ですから。自民党も鬼じゃないんですよ。だから人間だからやっちゃいけないしできないんです。民主党だってそうでしょ。公務員の労働組合、さっき言いましたようにお世話になってんですから、できないんです、行政改革一つも。しかしまあ
みんなの党は自慢じゃありませんけども、そういうところとか一切無縁ですから。利権圧力団体、公務員の労働組合、そうした圧力団体、もう一票も一円もいただかず戦ってですね、3年前は中西健二さん2位当選ですよ。驚きましたよ、私も。あの3位ぐらいに滑り込ませたらいいなと思ってたら、中西健二さんも2位堂々当選をしました。これが横浜市民の見識なんですよ。これがもう神奈川県民のご見識なんです。本当にそれはもう僕はあの青葉区緑区の選挙区ですけど、自慢じゃありませんけど、自慢ですけど、ダントツで自民党民主党を破らせていただいて、小選挙区でもう自民党民主党へでもないんです。もうダブルスコアトリプルスコアなんですよ。しかしそれも私2度落選してますからね。これでもね、やっと10年かけて青葉区民緑区民の皆さんのご見識で自民党民主党を破らせていただいてるんですね。中西健二さんも神奈川県民のご見識で都市空権でやや鉄砲を持ってる自民党民主党相手に2位当選ですから、まあ、ぜひですね、この松沢重美さん、前知事だから、まあ、知名度はありますけどね、選挙は水物ですから油断しちゃいけませんね。これはもうはっきり言うと松沢重美さんも死に物狂いですよ。もうどっか行ってやってますよ、まだね。だから1枚目の投票用紙は松沢重文、2枚目の投票用紙はこの菅原直俊、みんなの党と書いていただいても私は幹事長なんで嬉しいんですけども、まあ今日はたまたま横に菅原直俊がいますから、敬意を表して2枚目の投票用紙は菅原直俊と個人名を書いていただければですね、その比例というのはですね、個人名の書いてもらった数順で当選する。みんなの党は前回7人800万票いただいて、比例は7人当選しましたが、その7人の順位はどうやって決めるかというと、固有名詞の順番で1番2番3番4番で決まる。だからこの菅原直俊にとってみれば、みんなの党と書いていただいても何の意味もない。菅原直俊個人は自分の名前を書いてもらって、まあどのくらい何万票取ったって言って、あ4位5位6位3位2位で決まってくるということなので、まあこういうことをですね、あの街頭演説で私が言わなきゃいかんというところが、元選挙管理委員会はですね、元テレビや新聞やラジオはですね、選定してほしいと思うんですけども、なかなかこれが比例代表候補のですね、一番難しいところでございますので、最後私から申し上げました。大変お騒がせ申し上げました。ぜひですね、このみんなの党、みんなの党へのご支援を最後、幹事長江田健二からお願いをしまして、大変ご清聴ありがとうございました。お騒がせしました。どうもありがとうございました。ただいまは、みんなの党、みんなの党幹事長江田健二より、皆様にみんなの党の政策を述べさせていただきまして、そしてみんなの党この度の参議院神奈川選挙区の公認候補松沢重文へのご支援ご支持のお願いお訴えをさせていただきます。